メルセデスベンツ日本はメルセデスベンツ S クラス計158台のリコールを国土交通省に届け出ました。乗員補助高速装置の不具合。メルセデスベンツ日本は2022年4月27日付で、メルセデスベンツ S クラス2020年12月16日、2021年4月21日輸入。 計158台のリコール回収無償修理を国土交通省に届け出た国土交通省によると SRS 乗員補助高速装置コントロールユニットにおいて製造時の取り付けが不適切なため確実に固定されていないものがあるというそのため事故などの衝突時にエアバッグが適切に展開しない あるいは走行中の振動で正しくない加速度値を検出することで突然エアバッグが展開し、最悪の場合、乗員が負傷する恐れがある。ドイツ本社からの情報により届け出となった。なお、この不具合における事故の報告はなされていない。